ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はトラップフェドウィズジェスターを考察します。どんなゲームなの？目覚めたらなぜか目の前に道化師がいるというあらすじらしいです。なぜそんな状況に？早速遊んでみましょう。頭が痛い。寒い。秘伝か。起きて起きてー。ハロー。それが声なのか。認識できなかった。どこかで聞いた覚えが。ねえ、ねえ、ねえ、生きてる？まだ生きてるよね？私の名前は何だったっけ？すべてがぼやけてる。死んでたら教えて、死んでないなら頑張って。おう、そうだよ。眠い頭を起こして。誰にも邪魔されなくてよかったね、にへへへ。もしかして僕に寝顔を見られて恥ずかしかったかな。君はとっても甘い夢を見てたみたいだよ。黙って。ここはどこ？おはようですが。ここまで進めても全く状況がわからないね。とりあえず情報収集をしましょう。状況がわからない以上は何が正解なのかもわかりません。ここはどこ？お選ぼうか。わからないよ。自分のこともわからない。私の質問に答えてとそうなの。だね。彼が何もわからないはずがありませんね。秘伝家って言ってたもんね。少なくとも主人公のことは知っているはずです。でもこんな調子じゃまともに話してくれそうにないよ。ならば彼に合わせてみますか。そうなの。お選んで同情してみようか。そうだったの。同じようにこのボートに？うんうん。素敵なボートだよね。セーリングを楽しもうよ。振動と音的に馬車に乗っているのでは？その可能性が高いけど、向こうが話を合わせたっぽいね。選択肢は理解できないかわかったわですね。こっちも合わせていこうか。うわ、僕と同じ感覚ってこと？なんでだと思う？好きって気持ちが芽生えたからだよ。お持ち帰りしてもいいかな？もちろんか、私たちはお互いのことを知らないだね。状況がよくわからないまま重要そうな選択肢に来てしまいましたね。でも、合わせるとしたら。人間のペットだ。どうやって楽しもう。永遠に僕と契約してもらうよ。彼の手が私に向かって。契約しよう。これは、まずいですね。こいつ悪魔的な存在か。もう、逃げれないでしょうね。私はさっきから全く移動していないことに気づいた。だから、彼の手を取った。私は番号をもらった。非人道的な意志を感じる。でも確かに、どこよりも居心地がいい。これで正しかったの？エンディング3、従順なペット。展開は大体想像した通りですが、どこよりも居心地がいいって感じるのは、主人公が相当ひどい環境だった可能性がありますね。秘伝家って呼ばれていて、ひどい環境。ものすごく嫌な予感がしてきましたね。ちなみに最後の選択肢はどちらを選んでも同じ展開になったよ。なのでもう一つ前の選択肢に戻ってみると、返事の代わりに彼にキスをするって選択肢が増えてたよ。なんて、大胆なんだ。でもそれはそれ、僕はあなたと契約しなければならない。契約？心臓とか寿命には興味ないけど、僕は荒々しい魂が欲しい。彼の手は弓を引くポーズをしている。僕は道化師さ、裏切りと悪夢で君をサービスする悪魔だよ。あなたの最も深い欲望を許そう。主よ、悪魔？彼の言葉で頭が痛み出した。私の終焉の記憶。私は信頼していた補佐官に裏切られた。私の家族に。私は死んだ。強い欲望が私の内側から泡立つ。復讐したい。ああ。なんて綺麗で、汚れた魂だ。それで、僕の最愛のご主人様。やはり、派閥争いでしたか。しかも死んでたとはね。選択肢はご主人様？とそう呼ばないで。ですね。下の選択肢の場合は明確に契約した扱いになりそうだね。なら、上の選択肢だとどうなるのか。僕の親愛なるご主人様、目を閉じて。私は彼の手の温かさをまぶた越しに感じていた。
しばらく目を閉じていた後、彼の手が私の左頬に触れた。目を開けないでねー。彼がそう囁くと、彼が目の前から消えたように感じた。え？お前はだ。外から声が聞こえてきた。ガハッ。化け物。来るな、来るな。助けてくれ。死体を持ってる奴らがいたから面白そうだと思ってきたんだよ。私は廃棄を命じられただけだ。そんなことを聞きたいように見える？ぐわ。静かになった。目を開けて、親愛なるご主人様。こういうのは好きかな？行こう、僕の素晴らしいご主人様。一緒に世界を滅ぼそう。5月は僕たちの結婚記念月だね。死ぬまで滅ぼそう。エンディング1、私たちの誓い、死が2人を分かつまで。なるほど、彼の目的は主人公の魂なので、契約自体はどんな形でも良いのですね。そして、契約の形がエンディングになるって感じかな。次回は別のエンディングを見ていきましょう。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。それでは他のエンディングを見ていきましょう。このゲームのエンディングは6種類みたいだから、あと4種類だね。まずは私たちはお互いのことを知らないを選びましょう。まあ、そうだよね。僕はなんて失礼なんだ。僕はよくジェスターって呼ばれるんだ。会えて嬉しいよ、親愛なるご主人様。この後の展開はほぼ同じなのですが、結婚はしません。エンディング 1B、私のご主人様。こっちだと正式に契約したって感じだね。エンディング1と似ていますが違うエンディングになりました。これと同じようなことがエンディング3でも起こります。あなたが何を言っているのかわからないわ。え？言語を間違えたかな？ハロー？こんにちは？カムスタ？アンニョンハセヨ？オラ？やめて、わかったわよ。ああ、なんて可愛いんだ。顔が赤くなっちゃうよ。なんで？ああ、わかった。彼は完全に私を無視している。ここから先は同じ展開なのですが。強引にペットにされちゃうんだ。エンディング 3B、不本意なペット。どうにも契約の内容は彼がある程度好きにできるみたいですね。こうして見てみると運命の差だね。残りのエンディングも見てみましょう。私の質問に答えてを選ぶよ。わお、お客さんに聞いてどうするの？僕はここに召喚されただけだよ。ひどい人だなぁ。召喚？僕たちの他に誰かいる？いないよね？じゃあ、誰が召喚したのかな？あなたは、私が召喚したって言いたいの？僕の声が聞こえづらかった？あなたは誰なの？か私たちはどこにいるの？だね。正体はわかっていますから、場所を聞きましょう。場所だよ。それは。わかったわ。ならどうして聞いたの？耐える、耐える、平手打ちですか。あの太字は一体。とはいえ、彼の性格を考えると平手打ちで喜びそうですよね。やってみようか。私は彼の顔を叩いた。ちょっと、痛いじゃないか。まあ、かなり良かったけど。もう一度やって。いいかな？不幸なことに、私は彼の中の何かを目覚めさせてしまったのかもしれない。もしかして太字は強くとかそういう意味かな？なら選ぶのはもちろん。私は彼に全力で平手打ちをした。おーおー、すっごくいいよ。ここからは契約の話なのでカットします。来て。彼の伸びる手に向かって私は。彼らには天罰がいいかな？または無意味なしがいいかな？または明確に番号をつけるとか？もはや、取れる選択肢は一つですね。冒涜的な協力関係の始まりだった。冒涜的な悪魔とその君主。命が離れる破壊と苦しみとともに、彼らの目を覚ます。ああ、彼らが生み出した復讐はなんて綺麗なシンフォニーなんだろう。エンディングに、冒涜的な協力関係。
これだと同等の関係なんだね。だとすると、強く平手打ちをしなかったら。彼の頬を柔らかく触った。ええー、それでおしまい？情熱はどこに行ったの？ドラマは？もう一度触るか全力ですね。また彼に中途半端な力で触った。これじゃ退屈だよ。もちろん僕が、せっかく君の言うことを聞くために召喚したのに無駄になっちゃったね。今僕は君の上にいるんだ。そうさ、君は下僕で僕は王族だよ。私が言葉を発しようとすると、視界が急に暗くなった。息ができない。何も聞こえない。なんで？何が起こったの？何が進行しているの？痛みは感じない。だけど、私の人生が滑り落ちていくのを感じる。そして、私は消えた。エンディング4、あなたは退屈だった。他の選択肢も試してみましたが、どうにも彼を退屈させるとこのエンディングになるようです。彼は自分が叩かれようがなんだろうが荒々しい魂が好きみたいだね。逆にそうじゃなければ契約破棄もするようです。融通が効くのか効かないのか。今回でトラップとウィズジェスターは最終回です。次回は吸血鬼が出てくるホラー系恋愛ゲームを考察します。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。